どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はヴィンテージ曲。ヴィンテージどころじゃないです。1931年、昭和6年ですよ。はい、おじいちゃんおばあちゃんがきっと喜ぶ。老人ホームで演奏するときにはこの曲すごく喜ばれると思います。ぜひ皆さんはマスターしてください。丘を越えて、この曲でございます。はい、もともとは藤山一郎さんという方が歌っておられるんですが、その後もいろいろカバーとかねされても、これもあの CM などでね、日本人であれば一回ぐらい聞いたことあると思うんですけど、なんかルンルン気分でね、元気になっちゃう曲ですから、これはもうあらゆる世代で歌いましょう。ウクレレ、しかも簡単バージョン、いつものように2バージョンやるんですけど、最初のバージョンは、いつものようにね、簡単にできる初心者バージョン、初心者向けバージョンなんですけど、こっちはコード4つですよ。はい、4つに落とし込みました。はい、で、後半のかっこいいバージョンではちょっとコードあと2つ足してリズミカルにやってみようと思います。まずシンプルバージョンとかっこいいバージョンの2バージョン、最後までご覧になってください。さあ、ウクレレで音楽を弾いて歌う弾き語り、これすっごい楽しいんですよ。歌だけ歌うのも楽しいですよ。でもやっぱりこれ楽器と一緒だとね、やっぱテンション上がるんですよね。ぜひ皆さんにもそういう体験をしていただきたいと思うんですけど、ピアノとかギターもいいですけど、やっぱちょっと難しい。ウクレレはね、すぐできますよ。ウクレレ始めたその日にもう5、6曲は弾いて歌えるようになりますから、そんな楽器他にはないです。ウクレレ簡単なんだけども深いんですよ。すごく深いです。これはね、本当に深いんですよ。だからね、入り口は広いけど、本当にね、夢中になれる楽器だと思うんです。ぜひもう人生のパートナーにしてください。そしてこれ、ご高齢の方にもね、まあできますか。やってみたらわかります。これね、ボケ防止になるし、もう脳トレになるし、声出すからもう元気になっちゃいますよ。私もっと大病しててね、音楽のおかげでこうやって元気になれたっていうのがありますんでね、まあもうお年寄りもウクレレで音楽を始めても元気になっちゃいましょう。これはね、もう本当にあれですよ、なんだ、免疫力アップですから。はい、で、どうしたらいいか。今ご覧になってるガゼレレ YouTube チャンネル見てるだけでどんどん弾けるようになります。はい。もうちょっとしたらここにリンクはあるんですけど、リンク先に行ってもらって、初心者レッスンはここというページの上から順番に数字の通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間にできますから。よかったです。はい。YouTube だったらいつでもどこでもスマホでも、ちょっと目が悪い方はテレビに映しますからね、今。それテレビに映したらしくて、やってください。一番いいのは YouTube 無料ですから。無料でできる。いつでもできる。もう気楽にできるのがいいことです。はい。じゃあリンクあります。初心者レッスンはここ。行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには今まで私が取りためた700曲以上のウクレレ簡単レッスン動画がすでにアップロードされています。このような感じの夏メロ、昭和の夏メロコーナーから、最新 J-POP、洋楽、ハワイアン、何でもござれ、700曲でございます。皆さんの好きな曲も、あると思います。検索できるようになってますね。さっきのホームページのところで探してみてください。さあ、それでは早速やってみましょう。丘を越えて。まずはシンプル簡単バージョンの方からゆっくりやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。丘を越えてゆこよ。まっすぐの空は穏やかに晴れ。楽しい心なるは胸の血潮よ、たたえよ我が春を、いざ行け遥か希望の丘を越え2番いきます。丘を越えてゆこよ。琥珀の空はうららかに澄みて、嬉しい心わくは胸の泉よ。
感を超えて、シンプル簡単バージョンやってみました。もうなんか、ちょっとね、初心者レッスン用だったんです。テンポゆっくりしたんですけれどね。本当はもっとあの軽やかな感じですけれど。まずは初心者の人はこのぐらいのゆっくりの方がきっといいかなと思ってゆっくりやってみました。これはですね、コード4つですからね。ぜひやってみてください。で、テロップ、動画の中のテロップを見ながらやっていただくのはもちろん最高でバッチグーなんですけど、それを超えたらです。その次のステップはノートに書いて、そのノートを見ながら自分で歌うという自分発信がいいと思います。その時の参考になるように私のノートを見ていただこうと思うんですけど、見てください。シンプルですよ。ただし、このワンブロックでコード2個入ってるでしょ？ 2 個ずつですからね。おかぼを超えて、結構だから思ったよりもどんどんコードが展開していきます。じゃあこれ一時停止でメモってください。これちなみにぐにゃぐにゃ書いてあるのメロディーラインですからね。こっちがコードを書くところで、これメロディーライン、参考になれば。はい、これ1番ですね。一時停止でどうぞ。まあ、テロップで書いてもらってもいいかな、一時停止してね。はい、全くこのコード進行一緒で2番がここになります。はい、一時停止でどうぞ。はい。で、どうやら、私が YouTube 見て分かったのは、1番やって2番やって、また1番戻って終わるっていう感じらしいですね。感想すごく長いんですけど、まあ、今回ガズレレ歌中心なんで、まあ、歌のところだけやったんですけど、はい、参考にしてください。じゃあ出てくるコードの解説ですけど、今やったシンプル簡単バージョン、この4つです。C と Am、FG7 です。これはもう超絶入門コードでございます。超絶入門コード。先ほどの初心者はここって言ったところで一番最初に覚える4つですからね。これ。さっきのところでマスターしてもらいたいというのと、これね、ちょっとここ見てください。ここに、下に丸く囲って書いてあるでしょ？ここもね。あ、ここと、ここ。これはですね、後半、これからやる後半のかっこいいバージョンではこのコードを弾きますっていうことで、ここでちょっと違うコードが足されます。そのコードがかっこいいバージョンに出てくるコードが D7 と Em7 ですんで、かっこいいバージョンを入れてもコード6個です。で、このね、コードを覚えなきゃいけないんですけど、このコードはですね、ドン、こちらのグループです。ガズレレ必須コードという8個のコードのグループの仲間。そのうちの6個です。このね、ガズレレ必須コードって一体なんじゃらほいって思うじゃないですか。これはですね、このウクレレで音楽を始めようと思っている方にとって、必要最低限一番最初に覚えてもらいたいコードのグループです。はい。他の楽器だとちょっと難しい。ピアノとかでも大丈夫かな。音楽ってほとんどね、この、まあ、いろいろあるんですけど、このコードだけ分かっておけば、ウクレレにとってはすごく便利。と、こう覚えておけばいいです。まずガズレレ、今ご覧になっているガズレレ YouTube でいろいろな音楽を試してみたいという方は8個のコード。まず最優先で覚えてください。この8個のコードの中の今日6個ですからね。はい。で、これはマスターしてほしい必須ですからね。以前、この私がもう親切丁寧にわかりやすく、スッと覚えられる動画をすでにアップロードしています。ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先はもう必須ですから、これを覚えてください。8個のコードのうちの6個。コードの勉強をそこでしてください。いいですか？よろしくお願いします。はい、じゃあ、ここから、かっこいいバージョン入っていきます。かっこいいバージョンは何が違うかというと、やっぱりリズムです、リズム。これね、いろいろ考えたんですけど、結構ね、ウキウキ気分で元気が出る感じなんですよ。そしてね、いろんな弾き方どうしようかなと思ったんですけど、見てください。私が導き出したの、これ。レゲエスカビート。これで行ってみようと思います。しかも、シャッフルですよ。シャッフルっていうのはリズム跳ねてるんですよね。普通のリズムってこうです。タッタッタッタでしょ？シャッフルはこうです。タッタタッタタッタタッ。元気が出そうです。お顔こうで歌詞もすごく元気だもん。しかも春の曲ですから、これはね、今の時期に素晴らしくいいです。で、レゲエスカビート。どういうやつか。ちょっとやってみましょう。こんな感じです。ワン、ツー、スリー、フォー。お顔を越えてゆくよ。チャッ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 。これはいいでしょ。元気が出て、しかものんびりしてるんだけど、なんていうかな、リズムもね、こう、ルンルンして、春が来たという感じがするでしょ。まず C を押さえて、チャッパー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 。これはね、チャッというのをやって、アップで弾く。チャッパーチャッパーチャッパー。これ、スカビートとかレゲエビートの、一応、グループなんですけど、その弾き方。はい、ここ。ここのリンク先の、レゲエビート。っていうところ、ちょっとやってみてください。ね、かっこいい方のレゲエビートじゃなくて、レゲエビートっていうところに、ちょっとほんのり書いてある。で、これはね、そこを見てもらうのもいいんですけど、このリンク先はね、私のホームページの1枚で、ウクレレでできるリズムのいろいろというページがあります。その中からそのレゲエビートを探してもらいたいんですけど、それよりももっといいのは、8ビートのチャという動画を見てもらって、このチャっていうやり方を覚えて、パ、これの繰り返しなんですよ、ただの。なんで、レゲエビートとかスカビートの動画もちょっと参考にしてもらいたいんですけど、8ビートチャ
で、チャッとやって、すぐ引っ張り上げる。これを繰り返すって思った方が気持ちは楽かもしれません。こういうのスカとかね、まあ、リズムの表現としてはそういう呼び方をすることがありますが、とにかくこれアクセントが裏に来るんで、歌ってるとね、ツッチャー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 ってやってたつもりが知らないうちにチャーツチャーツになってますから、チャーツチャーツってごちゃごちゃになっちゃうんで、リズムキープ、ゆったりこう、シャッフル感じながら、ウキウキ気分、チャッチャチャッチャチャッチャを感じながらやってみようと思います。で、さっきも言ったようにコード、シンプルバージョンとはちょっと違うコードがまた入ってきますけど、またこれで表現力が加わりますからね。で、最後のね、1番の最後、2番の最後、いざ行け、遥か希望、とかこんな感じがいいかな。タンタカタンタンタッパン。これはね、あえて双方解説というか、口で言ったのをそのまま弾くっていう感じで、ジャンジャカジャンジャンジャッパーとか、ちょっと織り込んでみましょう。こう昭和の感じが出るように。いろんな小技をね、いろいろ入れながら。はい、雰囲気重視ですよ。あんまりこう手首がどうした、とかテクニックって感じより、ジャンジャカジャンジャンジャッパーみたいな、こういう感性が大事だと思いますんで。はい。じゃあやってみましょうか。はい。丘を越えて、ガズレレ流、かっこいい場所。やってみます。丘を越えてガズレレ流元気もりもりスカバージョンでやってみました。やっぱこの曲元気もりもりがいいですね。なので、慣れてきた方は今のちょっとスチャスチャ難しいってことはもう本当に思いっきり4つ弾きでいいんで、丘を越えて行こう、こんな感じでね、やっぱ勢いを表現するのがいいと思います。丘を越えて行こうぜ、この気持ちが歌に乗るわけですから、やっぱりね、感情表現、これがポイントです。これ元気にね、もう本当大先輩の世代から、若い世代から、一緒に歌いたいですね。これ素晴らしいですね。ウクレレで、みんなでワイワイ歌いましょう。ありがとうございます。ウクレレ楽しい方は、これね、やっぱ、大先輩と一緒にこの歌を聴いて歌ってあげるとか、一緒に、大先輩自ら教えてあげるとか、もうやっぱね、こういうのは楽しいと思うので、教えてあげてくださいね。はい。よろしくお願いします。ガズレレ、いろんなことやってます。ホームページチェックしてください。ガズレレ .com。いろんな本出してます。今度リトミュージックから100曲入りの本が出版される。まだちょっと今予約段階ですけど、そういう情報とか、イベント情報決まってます。見てください。はい。沖縄、長野、奈良行きますからね。ひとまずこの3つ決まってます。こういう詳しいことホームページに書いてあります。あとはまあ、グッズ、ウクレレとかいろいろありますから、ホームページを見てくださいね。よろしくお願いします。一番やっぱ見てほしいのはブログですね。ブログ。ガズさんめっちゃいいこと、毎日毎日何か書いてますから、いいですよ、ぜひご覧になってください。はい、音楽はね、聞くのいいけどやるの最高、これどんどんシェアしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。さようなら、バイバイ。